22ロングライフル弾はアメリカ合衆国で開発された小型弾薬である。単に 22LR と呼ばれることが多い。世界で最も生産数が多く安価な弾薬であり、拳銃からライフルまで幅広い銃器に使われている。22口径のリムファイヤーカートリッジは長年の定番弾薬であり、今日でも売り上げ数では世界で最も多く突出している。 1887年、アメリカの重機メーカー J. スティーブンス・アームスツール・カンパニーが22ロングの薬莢と22エクストラロングの4グレーンの弾丸を組み合わせて開発した。1845年のフラバート BB 弾頭、1857年の22スミスウェッソン・カートリッジの流れを組んでいるため弾頭の形状がマリー。 22LR カートリッジは幅広いライフルやピストルで使用できる数少ない弾薬の一つである。22ロングライフルとそれに使える弾薬はヒール弾を使用する。ヒール弾とは弾丸が薬莢と同じ直径であり、そのヒールのみが薬莢に収まる要径が細くなっている弾丸である。年間生産量は2から2.5億発と推定されている。NSSF は 米国でこれまでに生産された100億発の銃器用弾薬の半分が 22LR で構成されていると推定している。東ドイツ製の 22LR。主に KKNP69 や K110 を用いた射撃訓練時に使用された。22LR は価格が安いため訓練や外獣駆除に適している。また、 小型で隠しやすいため暗殺に使われることでも知られる。一方で威力と射程距離が低く不発弾が多いというデメリットがあり、軍隊では訓練を除いてほとんど使用されない。また、貫通力が比較的高いため、警察も民間人への被害を恐れて採用しない傾向がある。初心者が銃器の訓練をする場合、発射時の反動に驚き、 尻を後ろに引いたり肘を曲げる癖がつくことが多い。しかし、22LR はほとんど反動がないため、発砲への恐怖を克服しやすく、理想的な訓練弾薬となる。ボーイスカウトは、ライフル射撃の訓練を100年以上の間、22LR で行っている。22LR は、大型弾薬と比較して、発射音が静かであり、 射撃場の近隣への騒音被害が少なく、いての張力に与える影響も少ない。特にアオン速弾は、静かなため、サプレッサーとの組み合わせに適している。オリンピックの射撃競技では、ライフル種目のスモールボアライフル、ピストル種目の50メートルと25メートルで、22LR が使用される。22LR があまりにも人気なため、 AR-15 や M1911 など様々な銃の 22LR への変換キットが市販されている。これにより低価格で訓練が行える上に高威力弾の使用が禁止されている屋内射撃場での訓練も可能になる。一定の需要が見込めるため発売時のラインナップに 22LR モデルを追加する銃器メーカーも多い。22LR はネズミや ヘビやリスといったアメリカに出現する外獣の駆除に多用されている。もともと対人用の弾薬であるので中型獣の飼料にも使用でき、ウサギ、イノシシ、鹿、コヨーテなども胸か頭への一発の射撃で仕留めることが可能であり、瞬間空洞も狭いため被弾部分の周囲の肉や皮を大きく傷つけることがない優秀な弾薬である。22LR は単純かつ小型であり、 古いリムファイヤ方式を使用していることから、最も製造コストのかからない弾薬と言われる。量産効果もあり、一発あたり10セント以下で市販されていることが多い。50発、または100発入りのパッケージを最低単位として販売されており、一発ずつ仕切りで区分して箱詰めされている。しかしグレードの低いお得用のものは、しばしば、 ブリックパック方式の容器に雑多に詰められて販売されている。これらは50発入りのものが10箱、または1箱に500発の入ったカートン、もしくはブリックパックされたものが10個、合計で5000発の入ったケースでの販売が一般的である。同じ製造設備で競技用の精密弾も製造できることから、オリンピック選手が使用するグレードの高い弾薬も、 比較的価格が安いことで知られる。22LR 弾及び、45ACP 弾、22ロングライフル弾の威力は、重心の長さと作動方式によって異なる。例えば、ボルトアクションライフルは、半自動ライフルとは異なる動作をすることがある。22LR は150ヤードまで有効だが、実用範囲はそれほど大きくない。150ヤード飛翔した後、 弾道の低下を補うことが困難になるためである。比較的短い射程、小さな発砲音、そして軽い反動は、それを練習弾として使用するために好んだものにした。22LR の精度は、優れているが、例外的なレベルではなく他の様々な弾薬と同程度のものである。ライフルに寄与する要因は高速度弾でさえ、100ヤード以内で、 超音速からア音速への減速である。弾丸が減速するにつれて、超音速飛翔に近する衝撃波が弾を追い越し、弾道経路を生み出し、警備ではあるが、測定可能な不正確さを引き起こす可能性がある。100ヤードを0イン基準にすると、49レーンの弾丸を持つ、標準高速度 22LR の弾道は50ヤードで2.7インチ上昇し、 150ヤードでは10.8インチを避けるためには 0.22LR ライフルを75ヤードで0インする必要がある。狩猟用弾薬としてリムファイアは主に小さな標的を仕留めるために使用される。それは150ヤード以上の距離のリスやウサギ、80ヤード以上の地表にいるイノシシ、マーモット及びキツネで非常に有効である。 コヨーテのような大きな動物にも有用だが、その射程射程は一般に65ヤード以内であり、最も強力な。22弾を用いててもハンターが正確に標的の頭もしくは胸を射抜くことが必要となる。22LR 弾丸はより大きな弾薬よりも強力ではないので、人間に対するその危険は過小評価されることがある。しかし、実際には、 22LR の弾丸は、レーガン大統領暗殺未遂事件や、フィンランドで発生した、青ネ・ヨき応用科学大学銃乱射事件、ヨケラ中高等学校銃撃事件、1979年のクリーブランド小学校銃撃事件、ロバート・ケネディ暗殺事件など多くの射撃事件で、22LR の弾丸が容易に人を殺害、または重傷を負わせることが可能だと示している。 400ヤードを飛行した後でさえ、22LR の弾丸は依然として約500フィート S の速度で飛翔している。長弾はより強力な弾薬の場合よりも、22LR 弾の方が起こりやすい。これは、被覆されていない鉛の弾頭と適度な速度の組み合わせにより、軽い角度で硬い物体に当たるときに発射体が逸れたり、 変形したりすることが少ないためである。22LR の弾丸は特に角度の浅い状態で水面に着弾した際に容易に着弾を起こすことが知られており、車線上の数百ヤード離れた向かい側の海岸にある人物や物体に重大な障害を発生させる可能性がある。リムファイアの弾丸は一般に無皮膚なまり、 または、銅皮膚もしくは真中皮膚のいずれかである。弾丸状の薄い銅層は、弾丸とバレルとの間の摩擦を低減する、高速潤滑剤として機能し、バレル摩耗を低減し、また、鉛の弾丸の酸化を防ぐ。鉛の弾頭は長期間保管すると酸化する傾向があり、表面の酸化物は、カートリッジがスムーズに薬質に装填されることを妨げるか、 超高速弾を使用すると重厚内圧力が危険なほど高圧になり薬莢を破裂させ居手を傷つけることがある。低速の標準及び青速弾は酸化防止のために鉛弾頭にワックス潤滑剤を塗布する。様々な 22LR 弾は通常名目速度に基づいて4つの異なるカテゴリーに分けられる。 アグイラスーパーキャリブリーアオン速弾22、後継ロングライフル弾と、22アグイラスナイパーアオン速弾アオン速弾の重高速度は約330メートル、S。これらの弾丸には、より遅い発射体の終点弾道を改善するために、時には46から61グレーの超重銃弾が装備されている。逆に、これらの弾丸には、雷艦と軽量弾もしくは、 超軽量弾が含まれている場合がある。アオン速弾は、わずかに優れた精度と、騒音低減のために一部のシューターに好まれている。超音速で飛翔する弾丸は、狩りの際に動物を警戒させる、大きな衝撃音を生み出し、超音速からアオン速に減速する超音速弾が、この音速体で劇的な空気力学的変化を受け、弾丸の安定性及び精度に悪影響を及ぼす。 可能性があるため、正確さはアオン速弾で改善されると報告されている。摂氏20度の空気中の音速は約1115フィート S なので、アオン速弾の重高速度は多くの狩猟条件下での音速よりわずかに低い。しかし、下肢32度の冷たい空気の条件下では、音速はおよそ重高速度である1088フィート S に低下する。従って、 この温度以下で使用されるアオン速弾は実際には超音速で飛翔し超音速からアオン速に移行する際に不安定になり精度が低下する可能性がある。これに対抗するために一部の弾薬メーカーはアオン速弾の速度を秒速310メートル以下に下げた。アオン速弾とセミオートの 22LR 重機のさまざまな組み合わせは不十分な反動エネルギーの結果として 重機の動作の信頼性の低い作動サイクルをもたらす。一部のアオン速弾では、弾丸の質量が増加した結果、共通のブローバック動作を繰り返すために、十分なエネルギーが生成されるように、より重い弾を使用する。一例として、アグイラ 22LRSSS スナイパーサブサーニック弾には、22ショートケースの場合、60グレーンの弾丸があり、弾薬のサイズは、 22のライフル弾と同じである。しかし、他の問題が発生する可能性があり、アグイラ弾の重くて長めの弾丸は、弾丸が飛行中に安定することを確実にするために、グリーンヒルの公式に基づく、より早い重心内戦点が必要である。22リムファイアのアオン速弾の2つのパフォーマンスクラスが存在する。いくつかのアオン速弾は、 様々な22の短い CB と22の長い CB 弾のように比較的低い衝撃エネルギーを提供する29グレームの弾丸で約700フィート S の速度を与える。これらは火薬を全く使用しないか少量のみを使用することができ、狩量ではなく屋内訓練、または標的練習のみを目的とした弾薬の特徴を有することができる。これらが 22LR 形式である場合は、古い、22CB シューティングニャラリーライフルではなく、カートリッジ用に設計された銃器の援助にのみ役立つ。アグイライス SS は、標準的な40グレーンの弾丸を使用して、多くの高速の22口径長距離ライフル弾に、相当する60グレーンの弾丸で、約950フィート、秒の速度を出す。他の銃器用のアオン速弾も、 同様の性能を発揮し、小規模な狩猟や危険な動物の駆除、過度の騒音を避けるためのものである。メディアを再生する高速度を撮影された。22LR 弾の巻き起こす、シュリーレン減少標準速度 0.22LR 弾の速度は、製造業者によって異なる。いくつかの標準的な速度の弾薬は、わずかに音速を上回る、約1125フィート S であり、 他の弾薬、例えば CCI 標準速度。22LR 弾薬は 1070fps である。ほとんどの標準速度弾薬は弾丸重量が4 0ンである。標準速度の弾丸は超音速付近、またはわずか音速を上回る速度を生成する。これらの弾薬を拳銃で使用した際には弾丸が関連性の火薬によって加速され終わるまでに短い。 重心から離れてしまうため、こうした音速レベルには至らないのが一般的である。弾頭に銅による被覆の施された 22LR 高速弾0.22ライフル弾の発射薬としては、もともと黒色火薬が用いられていた。最初の無煙火薬は、元の黒色火薬仕様の弾薬の標準速度と一致するように意図されていた。無煙火薬は黒色火薬よりも、 効率的であり、より少ない量でも同等の力を発揮するため、カートリッジケースはより多くの無塩火薬を収めることができることになる。こうした高速型、または高速度型と呼ばれる無塩火薬を用いた弾薬が主要弾薬メーカーによって供給され、標準的な40グレーンソリッド弾頭や36グレインホローポイント弾頭を使用しながらも、 一般的には8%ないし毎秒1300フィート S の速度向上を果たしている。多くの 22LR 弾は標準的な40グレーンよりも軽い弾丸を使用しさらに高い速度で発射される。高初速弾はの質量は通常約30から32グレーンで重高初速は毎秒1400から1800フィートである。このより速い速度は 部分的にはより軽い弾丸の使用によるものである。CCI スティンガーは初の超高速22リットル LR 弾で標準のリムファイヤー弾に比べて速度とエネルギーが大幅に増加した。スティンガーの薬莢は一般的な 22LR 弾の薬莢よりも長いに対して0.702インチが反対に弾頭は短く32グレーンと軽量であり、 弾薬全体としては通常の 22LR 弾と同じ全長となる。この長い薬莢はいくつかの銃で肺、鞘を阻害する問題を引き起こす可能性がある。重心の長さを最大限に利用するためにより遅い燃焼速度の発射薬が使用される。ほとんどの 22LR 弾の発射薬は重心長さが約19インチまでの重心で使用した場合に 弾丸を加速させることができる。一方、スティンガーで使用されている発射薬の場合では、NRA によって試験された 0.22E 後継重心のうち最長であった26インチにおいて弾丸を加速させることができた。その後に他のメーカーによって発売された超高速弾は、およそ3グレーンの軽量弾丸と関連性火薬を 22LR 弾薬卿に組み合わせている。これらの超高速弾薬の多くの全長は、標準の 22LR 弾薬の全長よりも短かった。一つの例は、レミントンバイパー、もう一つは、フェデラルスピットファイアである。CCI ベロシター超高速弾では、標準的な長さの 22LR 薬卿と、標準重量4グレーンの独自の、 フォローポイント弾丸を使用しており、人体のような難目標に命中した際に、変形拡張して重い外傷をもたらす。この弾丸の重厚初速は1435フィート S である。弾丸質量と空気抵抗の比が優れているため、ベロシターは他の超高速弾の軽量弾と比較して、より長距離で優れた性能を発揮する。22口径 ラットショット三段特別な22口径の三段。至近距離での外中、外中駆除に使用されるため、これらはしばしばラットショットまたはスネークショットと呼ばれる。通常のものより長い薬莢に内部に三段の詰められた半透明のプラスチックの弾頭部がある。構造的には通常のショットシェルと同様で発砲されると三段が、 プラスチックのカバーを突き破って重厚から飛散する。用途の際は、22LR や 22WMR を発射できる22口径のリボルバーやライフルで用いられるが、専用のショットガンもあり、ショットシェルは短距離のスキート射撃や特別なスケールダウンされたクレーターゲットでのトラップシューティングに使用できる。第二次世界大戦中。 0.22LR のフルメタルジャケットバージョンである D-42 弾薬が消音機付きハイスタンダード HDM ピストル用に開発された。栄光弾はリムファイヤーでも入手できる。標準的な22リムファイヤーカートリッジは弾丸が構築されケースに保持される方法で他の多くのカートリッジと構造が異なる。ほとんどのカートリッジでは弾丸は 薬莢のネック内に完全に挿入され、弾丸子地面の周りのケースネックからの張力によって適所に保持され、いくつかの薬莢では弾丸の溝の周りのケースの最上部に小さな圧定部がある。標準の22リムファイアの弾丸は、ケースとケースの口に挿入された弾の後部にヒールと呼ばれる弾があり、弾丸はそのステムの部分で圧定され、 弾丸し地面の大部分を露出させたままにして弾丸と薬莢の直径を同一にしている。22WMR 弾の薬莢直径は弾丸よりも大きく、この構築方法は弾薬の信頼性に悪影響を与える水分、または他の要素への曝露からカートリッジを最小限に保護するという点で本質的な弱点を有する。現在のリムファイヤー弾薬の総合的な信頼性は 非常に高いが、センターファイヤー式よりも、かなり低い。22ショート、22LR、22インチェスターマグナム、および、22ホーネット、22LR は、ストレートアオールケースを使用している。採用されているタイプと供給機構に応じて、22LR に適合した薬室が設けられた、重機は、以下の短いリムファイヤーカートリッジを安全に収容し、 発射することができる。22ロングライフルは、22エクストラロング弾を使用する銃器でも使用することができる。現在、リムファイヤー弾は、主に小さな外獣外長の駆除、射撃競技、趣味の範囲での射撃のため、及び安価な訓練のために使用されている。22LR は、ブルーズアイ、メタリックシルエットと、ピン射撃の部門、高校、大学、 アメリカのボーイスカウト、プロジェクトアップルシード 4H クラブのシューティングイベントなど多くの射撃イベントの選択肢である。また、オリンピックの精密ライフル射撃とピストルシューティングイベントでも使用されている。良質のリムファイヤー弾薬は非常に正確であり、主な利点は低コスト、低リコイル、低発射音、高精度で他の弾丸に比べコストパフォーマンスが高い。 欠点は、威力が低いので、小規模な競技会や小さな動物を目標としての使用に適している。護身用の銃器の弾薬としては、小さいサイズかつ非常に軽量で簡単に隠せる、拳銃などに用いられる。一般的に、22LR 弾は、威力はあまり大きくないと思われやすいが、前述の通り、22LR 弾を使用する拳銃トライフルは、 対人殺傷用の武器として使用することもできてしまう。この弾丸は一般的に浸透しており安価であり入試も容易だからである。ほとんどのセミオートライフルは標準または高速度のリムファイア弾を発射するときは大抵きちんと機能するが反動が小さいや音速弾は武器の動作を繰り返すには反動が小さすぎる。この小さい反動を補うために ほとんどのオートマチック式の銃は弾薬を薬室に装填するためのパワーを得るためにダイレクトブローバックオペレーションシステムを使用する。なおボルトアクションライフルなど、い手が弾丸を手動で排さや装填する銃にはこの問題はあまり関係ない。22LR とアオン速の小さなケースはサプレッサーでの使用に適している。発射がス少ないことは、 あまり大型のサプレッサーを使用しなくても良いことを意味する。ルーガー10、22とスタームルガーマッキーは、その信頼性と低コストのために一般的な選択肢としてよく選ばれ、別な弾丸を使用する重機などと外観上はほとんど区別できない。サプレッサーの使用制限が最小限の場所では、サプレッサー付き、22LR 使用重機が特別に、 聴覚保護を必要とせず、近隣住民に射撃音で迷惑をかけづらいという特徴のため自宅の敷地内での遊戯射撃で好まれている。また、人口の多い地域で危険な動物の駆除を行う場合に過剰に警報を発生させることなく、部隊を派遣することができるため、地方政府機関は動物駆除のためにサプレッサー付きの 22LR 弾使用武器を使用することがある。 22LR は警察や軍の狙撃兵によっては限られた場合でしか利用されてない。射撃音が小さいのが利点であるものの、目標との距離が短距離である時に使用されることを想定しているため、使用環境は都市部に限られている。イスラエル軍は1990年代にサプレッサー付き 22LR ライフルを暴動鎮圧のために使用し、 作戦の前に邪魔な犬を排除すると言っていたが想定されていたよりも殺傷能力が低いことが分かったため現在はあまり使用されていない。他の例には CIA の前身組織であった戦略情報局によるハイスタンダード HDM 小音ピストルの使用が含まれる。フランシス・ゲイリー・パワーズは彼が飛行している際に撃墜された時に サプレッサー付きハイスタンダードピストルを支給された。サプレッサーを装着されたスタームルガー MK2 は1990年代にアメリカ海軍のネイビーシールズによって使用されていた。22ロングライフルカートリッジ、22ロングライフル最大 CIP カートリッジ寸法。すべてのサイズはミリメートル。このカートリッジの一般的なライフリングツイスト数値は 一周四百六ミリメートル常数六線上のランド幅イコール二点一六ミリメートルフェイスランドイコール五点三八ミリメートルフェーズグルーブイコール五五点八ミリメートルである。公式の CIP 判決によれば、二十二ロングライフルは最大百七170.001%の PPS 圧力を扱うことができる。CIP 規制国では、各ライフルカートリッジのコンボは、 消費者に販売することを証明するために、この最大 CIP 圧力の125%で証明されなければならない。22LR 弾は通常、かかと付きなまり弾、または薄く被覆された弾丸を使用するため、交渉弾丸の直径は、交渉口径の直径よりも大きく、溝よりもわずかに小さい直径である。サーミは、交渉弾丸直径0.2255インチを、 交差マイナス0.004で指定し、指定された口径は0.222インチである。実際には0.224インチ、または若干大きな弾丸が一般的であり、バレル光の直径は一般に約0.223インチである。中、実際の速度は所与の重機の重心長及び弾薬の製造業者が製品試験に用いる重機の重心長などの多くの 病院に依存し、実際には大きく異なる。蒸気の速度は典型的なものである。ありがとうございます。